はい、皆さんこんにちは、シャダリシャです。こちら丸屋根ハウスですね。はい、最近の天候不順、水もろくにくれられてませんので、そしてなんと相場単価も下げ傾向です。はい、私丸屋根をこちらのハウス収穫をずっと引っ張ってきたんですが、やめる決意をしました。はい、やっとですね。はい、その理由としてはもう一つのハウス、新しく苗を植えた方ですね、そちらの作業が遅れております。はい、縦の棚線も終わってません。マルチ敷き終えてません。はい、それではいけませんので、今日これからですね、もう悔いのないようにある処理をしたいと思います。まずはですね、全貌を見てください。一周します。どうでしょうか。切れてるのは東側の MT ソフィア4作ですね、約2屋根。それ以外はもう前回8月上旬のヒートショックで枯れております。よくぞ耐えた MT ソフィア。そしてですね、今からこちら鎌です。よく研ぎ澄まされたサビサビの鎌ですね。こちら根っこをもう悔いのないように、未練のないように活気していきたいと思います。行ってきます。はい、特に難しいことはないですね。もう根っこ、この辺から、まあどこでもいいんですよ。あんま時間かけたくないんで、しっかりで根っこ張ってますね。このように、はい、切っていくだけです。さすが研ぎ澄まされたサビサビの鎌ですね。はい、太いですね、軸。どうだったでしょうか。これならもう諦めざるを得ないですよね。ということで、やっとですね、やっとかと思われた方いらっしゃると思いますが、これでもう角屋根、それから春菊の箸も終わっておりません。管理も入ります。やっとそちらに集中できます。はい、こうあるべきだったんですよね、もっと早い段階で。ただ今まで1日1万円ぐらい稼いでたのも事実です、この丸屋根。はい、前回クイズの回答は、シャタノウヨンは忙しさに追われ、企画、キュウリの企画ですね、のを完全に誤っていた。はい、むしろ朝取りで出してるんで単価は高くなるしと完全に油断していい気になってた。はい、ちゃんと厳しく企画はA2S で出すとか、損のないように見直すべきでした。はい、そして今回のクイズは、なぜ丸屋根をもう収穫をやめるかです。おご回答ください。以上、シャタイのシャタイがお送りしました。じゃ、また。はい、収穫ですね。どうー、雨で寒いすらな、今日はな。まさにこれですね、昨日切らなかった。はい、これ肩が張っちゃってて AS 入んないんですよ。 AM もちょっと厳しいんですよ、長さ的に。そう、太くすればするほど B 品になってしまう。この品を短く A2S で出さなきゃいけないんです。このサイズですね、19ぐらい、はい、
ここ貼ってますんで、しかし注意しなきゃいけないのが、何でもかんでも切っちゃうと、それはそれでアドミラル3コンテナ目ですね。ドーム店続きで、今朝なんか寒かったのに終了落ちてないですね。フィニッシュですね。 MT これだけですね。完全に休眠状態ですね。それから連日のドーム店でちょっとまたベトが怖いですね。おお、そうか、ヤクさんがまた来るのか。本日も頑張ってまいろう。今日は渡良瀬集荷場で朝取りの研究会の目揃い会ですね。12時から。これちょっと下がってますね。はい、ピオさん、キュウリですよ。はい、どうぞ。おー、ピオ、あら、ピオさん、タレが悪いんじゃない。おー、ちょっと、お前、雨がよ、お前、このや、この屋根作ってくれよ、ちょっと、頼むよ、寒くてよ。ごめんごめん、屋根、そうだね。野ざらしになっちゃってるもんね、ピオさんね。そうだよ、お前。このムキムキ。大義昇竜ですね。結局1個しか収穫できませんでした。本当に最後の最後、取れるものはみんな収穫します。今日はキュウリカッターですね。もうカッターの刃みたいのがここについてます。ちなみにこのハウス12月いっぱい一応借りてます。それまでに後片付け終わらせて、来週年ですね、どうしようか、ちょっと今後皆さんの意見も取り入れながら考えたいと思います。よろしくお願いします。フィニッシュですね。5コンテナです。そして今シーズン最後まで良いキュウリを少しでも多く出して、大変お世話になります。埼玉原子育成会に出ていただきます。今日は、まあ、共通して、ありがとうございます。こんばんは。埼玉原子育成会の宮崎と申します。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。久留米市病園芸の綾部と申します。大変皆さん、こんばんは。こんばんは。宮崎と申します。結構綺麗にズームできますね。指で今タッチパネルで操作したんですけど、あ、どっかにあればいいんだよ。これ押しっぱなしとか違うのか。あ、できた、できた。はい、皆さんこんにちは。シャタ農園のシャタです。いや違う。はい、皆さんこんにちは。チョロ農園のチョロです。ピオの泥遊び第2弾、かなりの至近距離で撮れております。